兄ちゃん、八神って人？ん？そうだけど。これ、あげる。何かな、これ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ？おっと、申し遅れました。私、こういうものです。甲賀？おや、ご存じない？そうですか。でしたら京浜同盟の甲賀と言った方が通りがいいでしょうかね。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なことでは、お手並み拝見と行きましょうか、八神さん。さすがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんなあっさり？ビジネスにおいては引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ、同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日。
また。結局因縁つけられたままかよ。杉浦、海藤さんはあの後どうなった？何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。海藤さんから聞いてね。昔よく世話になったって。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、海藤さんがめんどくさがってさ。入院してる場合じゃないって言うし。そっか。そっちも大変だったんでしょ。教令会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。ああ、他にもいろいろあったよ。八神さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか？海藤さんのこと知らせに来ただけだから。八神さんの無事も確認できたし、僕も今日はもう限界。そっか、お疲れ。誰？え？あ、真冬。まだ寝てた。なんかあったか？モグラの新しい犠牲者が出たの。また教令会のヤクザ。え？場所は松金組の事務所前。わかった。すぐに行く。それでは。あの被害者の身元分かったよ。真冬、教令会の若頭で塩屋、知ってるんでしょ？ああ、モグラの新しい被害者ってことはやっぱり目を。うん、私は直接見たわけじゃないけど。見ない方がいいよ。この件の担当刑事はまた黒岩。そう、今現場に入ってる。八神君、
昨夜はあの刑事の取り調べ大丈夫だった？なあ真冬。何？黒岩だったよ、モグラの正体。え？羽村の頭と昔からずっとつながってたらしい。多分初めは綾部と似たような汚職警官だったんだ。それがとうとう殺しまで受けるようになった。んでその黒岩を道具に使ってるのが省野と厚生労働省の一部官僚たち。神室町で目をえぐられた死体はアドデックナインの人体実験に使われた犠牲者たちだった。生野には俺が実験に気づいてるとこないだ知らせといたんだけどな。なのに今日また新しい死体を平気で。これがどういうことかわかる？この先もまだ続ける気なんだよあいつは。俺がどれだけ真実に迫ろうが実験をやめる気はない、そう言ってるんだ。そんな。生野は面と向かえば真面目で寡黙な研究者で、ただアドデックナインのことになるとまるで悪魔だ。それでも薬を完成させれば何百万って患者とその家族が救われる。そこに生まれる莫大な利権が生野を守ってるんだ。敵はそこら中に潜んでるらしい。どうするの？もうお手上げ？まさかな。俺は奴らに親父を殺されたんだ。この借りは絶対に返すよ。松金組とモグラによる襲撃、そして壊滅する神室町の凶霊会。かつての仲間に裏切られ命を狙われた羽村は八神にモグラの正体を明かした。神室署組織犯罪対策課刑事黒岩、松金の命を奪ったその男はアドデックナインの巨大な利権に守られている。おやっさんの葬儀は東城会の本部ってとこで営まれた。ただし参列者はごくわずか。松金組は後目だった羽村が失踪して実質解散状態。それにおやっさんはもともと名もなき組長の一人でしかなかった。源田先生にとっておやっさんは40年来の親友だった。海藤さんは中学を出てすぐにおやっさんの組に入った。その波紋に居合わせた東は以後
おやっさんを守ることを自分の役目だと考えてきた。俺たちには誰がおやっさんを死に追いやった連中かはっきりと分かっている。今必要なのはそれを裏付ける決定的な証拠だ。新谷を殺したとされる現役刑事綾部和也の裁判、その公判前整理手続きが始まっていた。そこでは一般人からなる裁判員の負担を減らすため事前に裁判の進行が打ち合わせされる。検察も弁護人もあらかじめ証拠を整理しておくのがルールだ。昔の映画やドラマのように後出しの証拠は認められない。つまり俺たちは裁判までに全てのカードを揃え、その手の内を敵に見せなければならないということだ。弾丸の線条痕は犯行の動かぬ証拠ですよ。それでも弁護側は無実を主張する気ですか？どうでしょう。弁護側に争点を量刑に絞るお考えはありますか？いえ、綾部刑事は罠にはめられたんです。あくまで無実を主張します。そうか、黒岩だったのか、モグラの正体。なるほどな。何か思い当たる節でも？ああ、関係ないかもしんねえが、昔小耳に挟んだ話がある。うん？黒岩がまだ駆け出しだった頃、その指導役だった先輩警官が東条街のヤクザに便宜を図ってやってた。見返りは金と女。カムロ町じゃよくいる汚職警官の一人よ。だがその警官はある時ビルから飛び降りた。逮捕直前だったんだ。正義感のある同僚から密告されてな。もしかしてその密告した同僚が黒岩？いや、密告者は同じ頃に首を吊った姿で発見された。え、そっちも自殺ですか？なんだそれ。その首吊りには他殺の可能性もあったらしい。もしかしたら誰かが密告者にけじめをつけたのかもな。そして腐った先輩警官の地盤を引き継いでさらに腐った警官が誕生したってわけだ。そいつはヤクザを利用しまくって今じゃどえらい検挙率のスーパー刑事でもある。黒岩がそうだって言いたいのか？思い当たる節を聞かれたから話しただけだよ。今日はここで別れよ。俺とイチャ星野くんまで危なくなる。大丈夫ですよ、そんな子供じゃあるまいし。分かってる。でも今日はここまでだ。そうですか。じゃあ。八神さん、服部？どうもこの建物は監視されているようですね。記者が張り込んでいる時と同じ匂いがします。あんたにそんなの分かんのか？何かと鼻は利く方ですから。何のよ？梶平会長のお使いでしてね。
八神さんの調査報告が欲しいとのことです。本丸園が焼けて塩屋さんも亡くなりました。会長は何がどうなってるのか詳しく知りたがっています。だろうね。なるほど。モグラの正体は現役の刑事でしたか。全部今あなたの言った通りなら、アドデックナインの周りは死体だらけですね。ショーノに殺された入院患者に寺沢恵美、センター副所長の橋木、新谷弁護士、どれも結局はアドデックナインの人体実験に行き着く。しかし証拠がなければよくできた仮説でしかありません。あんたに言われなくても分かってる。お話は受けたまわりましたが、会長はとにかく八神さんと直接お目にかかりたいとの仰せです。調査の報告なら今ので全部だよ。でしたら会長に直接そう言ってください。私はただの使いですから。嫌だと言ったら。あの人は別に敵じゃありませんよ。それに我々の耳に入ってこないような情報を持ってる可能性だってある。せいぜい利用してやったらいいんです。ついでに私の顔も立ててもらえたら。ふん。これからお越しいただけますか。海藤さんもご一緒に。先日打たれた傷ももう良さそうですしね。まったくよくご存知で。ではこの後海藤さんと神室菊の屋へお願いします。菊の屋。松金組長がひいきにしていましたね。梶平会長もです。では。コーヒー入れるぞ。飲むか。いいよ、無理すんなよ。もう大丈夫だって。遠慮すんな。ああ、それよりさっき服部に声かけられた。あの雑誌記者か。梶平会長が俺らを呼んでるってさ。聞いた噂じゃよ、梶平の会長は今相当まずい立場だぜ。ん？教令会の小場会長に詰められてんだ。若頭の塩屋が目えぐられたろ。梶平が神室町に連れてこなきゃそうはならなかったかもな。神室町で若い衆が何人も殺されて、とどめは若頭だ。小場会長も堪忍袋の尾が切れたってとこだろう。梶平のじいさん、俺らもそこに巻き込む気とか。さあな、実際どうかは言ってみりゃわかる。カイトさんも言ってくれんの。ああ、毎晩狂い輪に張り付いてんのに何も進んでねえんだ。何か他に手がねえか考えてたとこでよ。親父の仇討つ足しになんなら何だって試してやる。だな。行くぞ、ターボ。もう菊の屋に行くのか。よし、出発するか。あ、もしもし。それでは。
よう来たな、お前ら。待っとったわ。お久しぶりで。松金の組長さんは気の毒やったな。ええ。組長さんに献杯や。梶浦会長、もうアドデック9の話はあらかた。ああ、この服部さんから聞いた。3年前の人体実験から味噌ついとったっちゅうことやろ。あんたらよう、そんなんつかんだ。大したもんや。大久保新平のことも聞いたわ。あんたが話した殺人鬼、ほんまは恋人やっとらんかったんやて。ええ、ショーノというアドデック9の開発者が寺沢恵美を。それはどうでしょう。まだはっきりした証拠はないんですよね。あったら今頃あんたに土下座させてるよ。わしの前で喧嘩すな。年寄りを困らせる議会な。しかし王子さん、わざわざ俺ら呼びつけなくても大体の話はもう分かってんだろ。本当は何の用なんだ。見た目より鋭いな。実は困っとるんや。何が？教令会の小馬会長からせっつかれとる。モグラを始末せえ言うてな。塩屋は教令会の後目やった。それが目えぐられて殺されたんや。無理ないわ。それであんたらでモグラを始末できんか。黒岩っちゅうデカなんやろ。アホか。殺し屋じゃねえぞ俺らは。あんたらの腕を見込んでのこて。どうや、金ならうんと弾むで。まあ他に用がなければこれで。ああ分かった分かった。冗談やて。まあ教令会にせっつかれとるのはほんまやけど。半分は本気だったわけですか。あんたらを呼んだほんまの目的はな、橋木の代わりに礼を言うためや。ん？アホが酔っ払って喧嘩で死んだなんだ言われて、あいつもさぞ無念やったよ。しゃけどその嘘をあんた見抜いてくれたんや。あとは証拠を見つけてアドデックナイン潰したらあいつも報われるちゅうもんや。ついでにあんたの1000億も回収できる。そっちが本音でしょう。興味ないですけど。八神さんはこの先どう動くおつもりですか。もうすぐ綾部の裁判が始まるだろう。俺たちはその場を借りて真犯人の犯行を立証する。それは同時にアドデック9の真相を暴くことでもある。ほう。そうなれば大久保の死刑も止まる。なるほど。でもまだそこまでの証拠はないと。違いますか。違わないよ。羽村にも消えられたままだし。ほなどないするんや。黒岩を追うつもりです。尻尾をつかむまで張り付いて。ほんで奴がボロ出すまで待つんか。そんな生優しい相手やないやろ。分かってます。時間はかかるでしょうがやるしかない。そない悠長なこと言うてられんぞ。どういう意味ですか。大久保新平はもうすぐ死刑執行になる。え？わしもつてをつこうて調べさせた。実はな、次に処刑される死刑囚が誰かいう極秘の候補者リストがあるんや。そこに大久保が入っとったらしい。あとは法務大臣がサインしたらそれまでや。なんでそんな。どっからか大久保をリストに入れるように圧力がかかっとったらしいな。じゃあ早く何とかしないと。取り返しが。
こんな時もし私なら黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。切り崩しやすい相手？これを見てください。以前ボツになった私の記事です。これ全部木戸のことか。この人の女好きは有名でしてね、アドデックナインの発表からはタガが外れたと言いますか、肩書きを外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。的は黒岩ではなく彼にすべきでは。センターに会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。守りの堅い獲物はまず巣からおびき出しませんと。どうやって？美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。木戸にとってそれは女です。それもとびっきりの美女。美女？妙なやつからヒントを出されたな。ああ、でも確かに軌道を絞れば何か出てくる可能性はある。アドデックナインの裏を暴くような物証が。まずはセンターから軌道を引きずり出さねえとな。色仕掛けでカムロ町に誘い出す？ハニートラップか。となると、沙織さんには明日俺が頼みに行く。なら今夜はここまでか。分かった、じゃあな。八神さん。ねえ、沙織さん。はい。実はまた頼みがあって来たんだけど。頼み？聞いてくれる？聞かせてください。本当に？ええ。じゃあ言うけど、沙織さんには木戸にハニートラップを仕掛けてもらいたいんだ。ハニートラップ？
色仕掛けで男を騙すってこと。私がですか？沙織さんがハニートラップ？おい、本気か？相手は創薬センターの木戸。あいつをカムロ町までおびき出してもらいたい。冗談じゃない。キャバ嬢になるのはまだしも、枕営業までさせる気ですか？いや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 、ちょっと待ってよ。ハニートラップってそういうことでしょ？そこまで言ってねえって。沙織さん、もうこれ以上聞かない方がいいです。こんな話してるだけで共謀罪になります。なあ、俺は沙織さんに頼んでるわけだけど、沙織さんは星野くんの何なの？大事な人です。おやまあ、こくった？あ、いや、同僚としてとても尊敬する先輩弁護士であり。わかったわかった。それより八神、沙織君に危険はないんだな？ええ、大丈夫。作戦は立てといたから。その作戦というのは？現場に行ってから話すよ。その前にまず沙織さんが引き受けてくれるかどうか。やるしかないですね。沙織さん、新谷先生の仇を討つためにも。ありがとう。わかりました。じゃあ一丁やりましょう。今度はなんだよ。これが沙織さんの望みなら、僕は力の限りサポートに回るだけです。あ、そう。じゃあまたメイクとかしますよね？今度は僕が一緒に行きます。この間の美容室でいいですか？いいけど、今回はキャバ嬢じゃなくて雑誌記者って設定で行きたいんだ。雑誌記者ですか？相手は創薬センターの中にいるからな。キャバ嬢より雑誌記者からのインタビューって方が自然に木戸と二人きりになれる。なるほどね。服はもう少しスカート短いのがいいな。シャツは胸元広めに開けたりして。おお、俺はキャバ嬢よりそっちの方がグッとくるね。じゃあ俺の方も少し準備があるから、沙織さんはメイク済ませたら創薬センターに向かってくれる。向こうで落ち合おう。ええ、わかりました。それじゃあまた後で。沙織さん、じゃあ僕らもまずはメイクです。沙織さん、ここですよ。美容室チェリー。はい。なんかドキドキします。メイク姿はキャバ嬢で見ましたよね？そりゃそうですけど、今回はまた違うじゃないですか。沙織さんが雑誌記者、知的な才女、それでいて大人の女性の色化が漂うような。目がエロいです。そんなつもりじゃ。とにかく沙織さんならどんなメイクしたって間違いないです。絶対です。がっかりかもしれませんよ。断じてありえません。だといいですけど。Thank you.
すが。いや、やっぱりすごいです。沙織さん超いい。知的な才女、大人の女性の色化が。まだ言いますか。すいません、つい興奮しちゃって。準備できました。もうあとは大丈夫です。本当に素敵です。また余計なことを。すいません。じゃあ沙織さん、あまり無理しないでくださいね。もし危なくなったらすぐ逃げてください。八神さんは危険はないと言ってました。命の危険はないかもですけど、ほら、木戸にお尻触られたりとか、そういうのが。それくらいは覚悟してます。そんな。それじゃ。沙織さん。星野くん。はい。メイク褒めてもらって嬉しかったです。沙織さん、こっち。隠しカメラを用意してきたよ。隠しカメラ？ほら、ここがレンズ。撮った映像はリアルタイムで俺のスマホに送られてくる。それとこのイヤホンを耳に。無線で俺から会話の指示をさせてもらう。指示？前にもキャバ嬢に変装してもらったけど、今回は見た目以上に会話で男を誘惑する必要がある。だから八神さんがその指示をくれるんですね。ぜひお願いします。俺に任せてくれる？ええ、男性を誘惑する会話センスは専門外なので。でも誘惑した後はどうすれば。木戸が沙織さんにいやらしく迫るとこを隠しカメラで抑える。それでセクハラの事実を証拠に残す。そう、沙織さんの仕事はそこで完了。あとはセクハラ映像をネタに木戸を神室町へ呼び出す。セクハラスキャンダル。大丈夫そう？ご心配なく。エロいことした分苦しむのは木戸です。だよね。でも無駄にお尻触られるのは嫌なので的確な指示をお願いします。わかった。じゃああとは無線で。よし、聞こえるな。沙織さん、まずはロビーに入って受付。受付に話しかけて木戸に取材を申し込むんだ。アドデック9の解説をお願いしたいとか適当に。了解。どうぞ。お約束でしょうか？いえ、そうじゃないんですけど、センター長の木戸さんに取材を。取材と言いますと？フリーで記者をしております白崎と申します。アドデック9のことでお話を伺いたく思いまして。お約束のない方はお取り次ぎできないんですけど。あ、そうなんですか。でもどうしよう。沙織さん、もう少し粘ってみて。申し訳ございません。何分木戸も多忙なものですから。本当に少しの間だけでいいんです。私の方はいくらでも待ちますから。そう言われましても。お願いします。木戸さんに聞いていただくだけでもしてもらえませんか？アポなしでの取材は例外なくお断りしておりますので。いや、美人なら話は別ですよ。え？センター長の木戸です。私への取材をご希望ですか？あ、はい、白崎と申します。おお、白崎さん。いや、お美しい。さあ、私の部屋までご案内しましょう。いいんですか？ありがとうございます。もうセンター長。木戸のやつ、
下心丸出しだな。でもおかげで助かった。どうぞ。わあ、豪華。ここが木戸さんのお部屋なんですね。素敵です。大したことないですよ。まあよく言われますが。どうぞかけてください。沙織ちゃん、隠しカメラをテーブルの上に。失礼します。今日は突然お忙しいところすみません。カメラもう少し右に、あと15度。よし、そこだ。白崎さんは何をお飲みになりますか？ブランデーはどうです？ちょうど今ハマっているのがあるんですよ。じゃあせっかくですし、いただきます。そう来ないとね、楽しいインタビューになりそうだよ。いいぞ沙織さん、その調子で行こう。二人の出会いに。素敵な出会いに。すごい美味しいです。このブランデー、体の芯から熱くなってくるだろう。ええ。沙織さん、ここで胸のボタンをもう一つ外そう。はい？ん？何か？あ、いえ別に。そのちょっと暑くなってきちゃって。そうね、暑いね。確かに。やったな、食いついてきて。それで何の取材だったっけ？私が取材したいのは木戸さんのいろんなことです。アドデックナインのことじゃなくて？ええ、そんなのより木戸さんご本人のことが知りたいんです。なるほど、珍しい取材だね。教えてくれます？そうね、いろいろ教えてあげたいけどでもここじゃちょっと。ここじゃ教えられないことって何です？君すごいな、ぐいぐい来るね。仕事が先、そういうのは焦らないのじゃあお楽しみはもうちょっと後にとっておこうか。いいぞ、いい感じだ沙織さん。さてそれで何の話だったかな？長引かせるより一気に畳みかけよう。沙織さんの方で何か仕掛けてみて。それじゃあ、この部屋かなり暑くありません？うん、暑い。暑いよね。僕も同感だよ。あれ、ちょっと沙織さん、まさかさらに胸元を。はあ、楽になった。もしかして沙織さん、結構この状況楽しんじゃってる？たく、最低の男。こんな感じかな。はい、とっても素敵です。じゃあお写真の方は以上で。よし、もう十分だ。沙織さん、引き上げよう。どんな写真になったのかな？ああ、確認されます。バッチリ撮れてるから。ダメ押しだ、こらえてくれ沙織さん。ずっと私を誘ってくれてたろう。取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。そうですよね。でも今夜二人
りで食事でもどうかな。カムロ町に誘い出してくれ。じゃあカムロ町でなら。カムロ町？いや、あそこはちょっと。他の場所ならどこで。でも いえ、木戸さんはきっと来てくれます。ん？どうして？後でメールしますね。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか？ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、木戸は本当に出てくるのか？あいつには沙織さんの名前で隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど。そりゃ来るしかねえか。で、カムロ町のどこに呼ぶんだ？バッティングセンター。もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれてる。どうした？やけに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな。のんびりやる気はないよ。そうだった。俺らもそろそろ行こう。行くぞターボー。